怒りに任せて城に入っていった。たちまち彼は捕まり王の前に引き出された。この誕生で何をするつもりだったのか言え。お前も死刑にしてやる。いいだろう。ただ処刑まで3日の猶予をください。たった一人の妹の結婚式を挙げさせてやりたいのです。親友のセリヌンティウスを人質としてここに置いていきます。セリヌンティウスは呼び出され、メロスの事情を聞き無言でうなずき、メロスを抱きしめた。そしてメロスは走り出した。初夏、満天の星である。Get up off the ground.